やっぱりこう左はやっぱ行き過ぎたらあかんって思ってパーンと左行きたくないから、はいはい、こう抜いちゃう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、マイゴルフの刺身です。アボアボワンちゃんです。はい、はい、ということで、はい、やってまいりました。はい、今回もやっていきます、はい、質問コーナー、はい、ということで質問コーナーなんですが、はい、トーナメントプロの資格を持つ刺身とボンちゃんが皆さんが実際に送ってきてくれた、はい、ゴルフのお悩みに対してより実践的な答えを提供していくというコーナーになっておりますので、はい、ぜひ皆さんご視聴のもと、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、質問コーナー何が違うかっていうと、はい、やっぱり僕らってトーナメントプロとして、まあ、試合とか経験してきた中で、はい、こうやっぱりゴルフって技術面だけじゃ無理なんです、はい、そうですね、メンタル面が必要になってくると、はい、でこのメンタル面をこう、まあ、レッスン要素に取り入れて、まあ、皆さんにより実践的な答えを提供していくという面で、はい、実践的ということを言わせていただいておりますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてください。というわけでやっていくんですけど、これはね、僕ずっとこれ取りたくてうずうしたんですよ、はい、めちゃくちゃいい質問なんですよ。結構前に来てたんですよ、この質問ね、はいはい、でちょっとお待たせして申し訳なかったんですけど、なんでかコースで撮りたかったってことですか。そういうことなんです。はい、はい、ね、今回の質問いきますよ、はい、スライスが出た、そのメカニズムは理解できる、はい、ただなぜそうならないように意識していたにもかかわらず、はい、その動きになってしまうのか、要はスライスが出るって分かってるから、スライスが出ないようにこうやってきたから、その理解できてるからそれを意識してやったと、はい、でもそう意識したにもかかわらず、まあ、あのスライスを結局打ちに行ってしまう動きになってしまうのか、はいはい、それが分からないと、はい、で毎回だからミスを起こるとき、毎回そんなスイングをしようなんて思ってないのに、どうしてそういう体の動きになってしまうのかという、はい、これめちゃめちゃいい質問なんです、はい、僕らのそのテイストにすごいこれが合ってて、そうですね、あのまあ、僕らはスイングのことも動画内で教えたりしてるんですけど、はい、まあ、結局はスイングじゃないんですけどね。そうです。だからまあスイングっていうのは人それぞれ違いがあるわけで、はい、まあ、それがね、もしスイングがコツやったら、まあ、世界中の、ね、トッププロたちって同じスイングしてるはずなんですよ。でもしてないって、はい、これは何かって言ったら、もうそれ以外のことしかないんですよ、はい、まあ、反射神経っていうあるじゃないですか、はい、人間の、はい、例えばまあこうキャッチしようとしてこう動いたりとか、はい、まあ、これがまあ一応反射する、はい、まあ、みんなありますよね。そうなんですよ、人間みんなあるんですよ、これは、はい、でこれに基づくまあ理論なんですけど、はい、アドレス、はい、まあ、これを大事にしろって言ってるんですけど、はいはい、でこのアドレスとこの反射神経が元でこういうことが起こってるんですよね、はい、この例えばスライスしたくないからこう振っていこうって思っても結局スライスの動きになっちゃうっていう、はいはい、これが、はい、元となっている、はい、起こってるケースがかなり多いんですよ。うん、この動画特に見てほしいのは、こう練習場ではナイスショットできるけどコースに行ったらできないっていう人が、はいはい、やっぱりこうゴルフやってるアマチュアさん多いんですよ。多いですね。でこういう方にもぜひ見てほしいんですけど、うん、反射神経働いちゃうとその意識してることができなくなっちゃうんですよ。はい、でもう本能的な動きになってしまうわけです。はい、でもこれが、まあ、コース内で実際に起こってるんですけど、はいはい、これどういうことかちょっと説明したいん で今ここ皆さんこちらコース、はい、まあ、今バンってあるんですけど、はい、まあ右に3つバンカーがあると、はい、左はあの木のラインから少し左行っちゃうと OB、はい、で右もバンカー越えると OB、はい、っていう感じになってるんですけど、はい、典型的なパターンちょっとやってみますね、はい、まあ、右のバンカー入れたくないと、はい、やっぱりこう避けていくんですかね、左を向く、はいはい、でもここでこの向きでナイスショットしたら次左に行っちゃうんですよね、はい、左ラフかもしくはちょっと左やったら OB 行っちゃって、はい、まあまあ右のバンカーは最悪避けれるじゃないですか、はい、で例えばこういう、まあ、狭いホールでこれよく起こるんですけど、はい、ここで人間の反射神経が働いちゃうんですよ、はい、しかも打つ直前に、はい、テイクバックしてこうインパクトの直前とここで人間の反射神経が働くんですよ、はい、これ、皆さん一緒です、はい、プロでも働きます、働きますね。でこの時どうするかって言ったら、こうちょっと自分は左向いてる、はい、このままやったら左行きそうな感じがする、ちょっと引っ掛けたら左 OB に行っちゃう、はい、って思った時に抜くんですよ、左行きたくないから、はいはい、こう抜いちゃう、はい、でスライスが出て、こういうパターンがすごい多いです。
これが実際その質問であったように起こってるんですよ。はいはい。から、スライスしないようにってここで意識してるんですけど、はい、こう自分が、要は、右が嫌すぎて、左に向きすぎてるがために、こう、スライスしないようにっていう打ち方分かってても、やっぱりこう、左はやっぱ行き過ぎたらあかんって思ってパーンってなる。はい。じゃあどうすればいいねと。で、そうなった時に、もうこれは、まあ、ここ狭いじゃない。はい。もう、目標を決めてそこに向くしかないんですよ。はいはい。適正なアドレスをすれば、体が反射神経を起こさずに連れていくんですよね。はい。はい、そうなったら最高なんです。はい。まあ一応そこが理想なんですよ、ね。はい。だからそうなるとミスの確率が格段に減っていくんで。はいはい。で、そこで、まあもうどうするかって言ったら、こう狭いホールとか来たら、やっぱり皆さん、ハザードとかに目が行きがちなんですよ。そうですね。例えばこうやったら、あの右のバンカーがもし例えば池だったら。はい。もう、あの池どうしようかなって。はい。まあなるじゃないですか。まあもちろん僕らでもなります。プロでもなります。はい。でもプロでもなるんですけど、プロはそのなった後の対応。はい。これが違うんですよね。はい。なったら、次どこを狙えばいいか考えるんですよ。はい。で、単純に右の池が嫌やからってどんどん左を向いていくんじゃなくて、はい、右の池があかん。そうなったら、フェアウェイのちょっと左サイド面狙った方がいいなと。はい。ってなったとしたら、まあ、あの、今、左の、ちょっと、木が、ね、ありますね。はい。あの、ちょっといろんな色してる。はい。まあ、あのポイントもピンポイントで狙っていくんですよ。はい。これは、自分が行く行かないとかじゃなくて、そこを狙わないとダメなんですよね。そういうことですね。はい。だそこに自分がしっかり向いてあげる。はい。もうこれがすごい大事で。はい。だから、僕は下手やからどうこうじゃなくて、そこにちゃんと向かないとダメってことですね。そういうことですね。はい。そこに向くと、はい。反射神経働かなくなる。はいはい。ここにしっかり向いてあげると、はい。あ、ここに振ったら、もう大丈夫だなっていう、はい。自分の中で安心感があるんですよ、ね。はい。だから、反射神経が起こって、こう、抜いたりとか、はい。ベース被ったりとか、はい。っていうことがしにくくなるんですよ。はい。結局、どういうことが言いたいかっていうと、はい、アドレスをきっちりしてくださいっていうこと。はい、はい。右が嫌やから、ちょっと左に向いとけとかじゃなくて、そう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 。ちゃんともう、右が嫌やったら、狙いどころをしっかり絞って、そこに向くと。はい、もうだから、本当にピンポイントで、これはしていただきたい。はいはい、うん。で、これは別に結果、その点に絶対行かなあかんわけじゃなくて、はい、もう本当に、まあ、最悪はもう池入らんかったり、まあ、バンカー入らんかったりとか、はい、OB 行かなかったらいいで、はい、いいんですけど、こう、目標を下げないで置いてほしいんですよ。はいはい。もうほんまにその点を狙う。はい。だから、あの、キーのライン、絶対にブレないように、はい。もう、1ミリ単位もブレないようにしっかり狙うと。はい。本当に集中して、はい。そうすることによって、その目標に集中が行くんですよ。はい。で、周りのハザードがどんどん見えなくなってくるんですよ、ね。はいはい。まあこれもすごい利点で。で、まあさらにそこに向けたら、はい。体の変な反射神経にから、発生する無駄な動き。はい。その自分の中で対策しようとしてるのに、結局それができないっていう。はいはい。そういうことがなくなってきます。でもゴルフってのミスってほとんどそんなんすよね。はい、そういうことです。練習場でこれが起こらないですよ。練習場っていうのは。はい。なんでかって言ったら練習場って結局は自由空間なんです。はいはい。別に右の、ね、右端のネット当たってもええし。はいはい。で、まっすぐはそのマットがもうそのまままっすぐ向いてるし。そうですね。はいはい。で、どこ行ってもいいし別に。はい。っていうのがあるんですけど、まあそうやってこう練習場でこう、まあ言うたら目標を設定せずに、はい、マット通りに構えてただパンパン打ってる人が急にコース来て、こういうものを狙っていくってなった時に、はい、そういうミスをするっていうの、はいはい、これは本当にアドレス以外の何者でもないですよ、はいはい、でその方は練習場でマット通りに構えたらナイスショットできるじゃないですか、はい、1回でもね、はい、別に10球に1回でも100球に1回でもできるじゃないですか、はい、でもコースに行って1回もできないと、はい、それはなんでかって言ったらもうアドレスしかないですよ、はいはい、その自分の目標にまっすぐ構えれてない、はい、まあ、これが大きな原因になるんで、言うたら狭いコースはプロにとっても狭いから、別にあなただけじゃないよっていう感じですね。はい、避けてね、はい、やるより。まあ、だからそういう中で、まあ僕がいつも動画で言ってる低い球とかだったり、まあそういう対策を作ってやっていくと、確かに。例えば、得意クラブとかね。うんうん。
まあ、例えばもうあのすぐ球落ちる2番アイアンを入れたと、はいはい、もう2番アイアンやったら絶対 OB しないと狭いホールで打ちやすいと、はい、やったらもうそれを使ってもらったらいいですし、はい、OB することが一番もったいないんで、これ確かに確かに球もなくなるし身がかかるし、はいはい、それを考えると絶対そういう対策は持っといた方がいいですね、はい、でかつ、まあ、僕らがやってるのはそのそういう時こそ1点を狙うっていう、はいはいはい、1点集中、はい、まあ、これをね意識してもらったら、うんうん、皆さんのゴルフも良くなると思います。ありがとうございます。だって普通に打ててますもんね。そうそうそう、その場合来た時だけミスが出るっていうのは、普段さっきまで打ててたことがここで急にできないってことは、やっぱここで何か変なことをし始めてるっていうことやもんね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。すごい練習場でうまくいくのにコース行ったら全然できないという方が結構いらっしゃるんです、はいはい、もうそういう方は典型的なこういうパターン、はいはい、本当に嫌な方を避けすぎてとか。そうですね。でもこれって完全にメンタルとか考え方で本当に変わりますね、はい、そういうことですね、はいはい、こういう部分をこうミスの原因としてこう受け入れた方が、はい、あなたのゴルフもうちょい楽になると思うんです。確かに確かに。こうスイングって求め出したら本当にキリないんですよ。キリないですね。でもそれより大事なのはこれなんですよね、はいはい、アドレスをしっかりもう自分の狙ってるポイントに合わせて、でそこに対してしっかりもう打っていく、はい、で反射神経がこう起こらないようにしっかり完璧なアドレスをしてあげたら絶対に良くなる、はいはい、やってみてほしいなと思います、はいはい、というわけで、今回は、はい、意識してるのに、はい、まあ、ミスが起きてしまう原因とは 何かっていうことに対して、まあね、反射神経とアドレスから起こるミスがほとんどだということを教えさせていただきました、はい、皆さんも、ね、ぜひここを改善して、はい、できるだけ、ね、コースのミスを減らしてスコアアップにつなげていただければなと思います、はい、はい、というわけで、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いしま す, しします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。